お疲れ様です。ラテです。ということで今回はね、こちらのデッキですね。使ってもやっていきたいと思います。というところで、まあまずこのデッキが、エリクサ平均コストがまさかの 4.9 で、まあ珍しくね、すごい重めのデッキなんですけども、まあババ小屋、ロイホグ三重士っていうので、まあババ小屋三重士とか見たことあると思うんですけど、まあそれに、ね、プラスロイホグで、まあ最近の、まあ OP カードと呼ばれる、まあちょっと強めのね、アウトロだったり、まあ、アジアチだったりね、ゴーストが入っているデッキでございます。で、まあ、これはですね、まあ、もう見たまんまネタかよ、みたいな、思われるかもしれないですけど、これがまた違って、しかも、まあ、僕が考えたんじゃなくて、この辺なんですけど、この方ですね。この、今もうシーズン最多が6875ってやばいですよね。もう今だってグローバルマジで1桁とかまで行ってて、まあ、今ちょっと落ちてるんですけど、この方が実際に使ってましてですね、他の人もなんか使ってる方がいて、もうこのデッキでなんかラバルとかに勝ったりもしてて、まあ、このデッキでまあトロ上がってるんで、まあ、これを使えばね、まあ、ねトロが結局もっと上がるんじゃないかっていうので、要はですね、まあ、展開にとりあえず戻すっていうので、まあ、やっていきたいなと思いますね。はい、ということで、こちら使っていきます。で、なんですね、僕、もう今、めちゃめちゃ風邪ひいてまして、もう、ザ、鼻声なんですけど、もう本当に、鼻声でやばいんですけども、そこはですね、もう勘弁してほしい。っていうので、はい、もう、気にしないでください。で、あと、この動画が、その、上がってる、前日の夜に、この動画今撮ってるんで、もう台風がザ直撃ですね、今。マジの直撃でして、もう、もしかしたらこの雨とか風の音がね、入ってるかもしれないんで、まあそこは、もう、本当に台風なんで、しょうがないんで、はい、もうお許しをっていうのを、まあ、ね、伝えておきたいなと思います。感じで、まあ今ね、ただ小屋を置いて、まあ、アウトローを出してみたいな、特に何もしてないんですけど、どうしようかっていう感じですね、この手札。とりあえずウッド流すか。防衛でウッド流して、で、このデッキの使い方が全然わかんないですよね。けど、まあ重要なのがやっぱり三重士だったり、ロイフグかなって思ってて、まあ、こうやってね、30周に、ってか、マジアッチャとかアウトローとかにファイアボール打たせて、からの30周みたいなとこありますね。これでもやばい。範囲攻撃のウィザードで、そう。からのロイホグです。なんで、まあ、僕の予想ですけどね。この、マジアッチャだったり、アウトローはもう、餌みたいなとこあるんですね。これにコスト使って、って感じで使わせて、なんですけど、ピンチみたいなとこですね。おや？これ使い方がめちゃくちゃむずいですね。これは今、あえて突進受けましたね。で、右側のメガが痛いな、今の。これな。めちゃくちゃむずい、これ。さあ。これファイアーボール打ってくれないから、打ってくれたんで、30子出して、これ、ロイフ飛ばしたいんですけど、問題がコストが足りねえ。このデッキめちゃくちゃ重量級なんで、あれっていう。すごいあるっすね。OK、これウッド転がして、OK! 左落ちたよ。あー、で、これ右側突進入ったっすね。やばい、ゴーストいらなかった。いらなかった。いや、でも守るなら守る。OK。いやー、守れねえけども、なんかリードしてる。なんかリードしてる。いいよ。さあ、問題がこっからだ。これとりあえず削りでファイアボール打つ。これゴー、もうロイフグ出して攻める。いいんじゃね？来たくね？ああ、ファイブか。ああ、1点優秀。でもすることない。このデッキすることなくなる。やばい。ファイアボール飛ばせたらいいんだけど、コストがない。問題がコストがない、このデッキの特徴。やばい。これしちゃった。やった。マジアチャ間に合わないね。いや、惜しい。めっちゃ惜しい。めちゃくちゃ惜しい。
ていうので、まあ、負けちゃいましたね。けども勝てそうだった。なんか、これだけ使ったんですけど、本当に勝ったり負けたりで、うんみたいな。これ動画にしようかなみたいな、もうやめようかなみたいな悩んだんですけど、あ、もう結果動画にします。はい。もうします。もう負けて勝っての繰り返しで、結構しんどいね、ことが起きてますっていうので、まあ、また日本人の方ですね。さあ、よろしくと。でもこれで6875って言ってますから、いけないことはないんですよ。ただ僕の使い方がなんかやっぱ違うっていうのが多分あると思うんでね。多分まあいろんな使い方できますね、こういうデッキだと。なんで多分僕が多分このデッキのセンスがないだけなんで、皆さんよければマジで使ってみてください。これは美味しいトルネードですね。で、これロイフグセパーして、どっちかにゴブリンが来るんですよね。おー、バルキリーか。はいはいはい。でも言うて刺さりますね、やっぱり。で、ここの多分ホグが飛んでくるのをしっかりババコヤで。ん？飛んでこない。これはゴーストでいいや。で、ゴーストだと、あー、これトルネでキング起動されるかな？回ってないかな？ゴブリング、トルネ、2択。あー、やっぱそうか。で、ここのババコヤ一マス高めで、相手が多分ホグライダーだったかな。なんで、そうですね、これをしっかり警戒した位置の一マス高めで。で、このババコヤをできるだけ延命したいんで、ウッドで、あー、まあ、延命していきます。で、マスケットにファイアボール打って、あとは何でもいいですね。とりあえず、あとは、なんかセパレート、マジアチュとかアウトロ出して、ファイアボール誘いつつ、使ってくれたら美味しいみたいなのがあるっすね。で、ここはファイアボール打っていきます。で、奥に当てて、前の方に出してあげると、このアウトローで処理できる。で、サンズ出していいっすね、これは。トルネうまいっすね、これは。ババコヤが間に合えば大丈夫。はいはいはい、オッケーオッケー。これすることないっすね。バルキリーいるから、あー、危な。今のマスケうますぎん。もうババコヤ読みのマスケ。これ相手、バルキリー使ったから、飛ばして、これでファイブを、今回ったか、打たないか。オッケーオッケーオッケー。これも三重子逆、このめっちゃくちゃ前に出してあげるみたいな。はいー、はいよー。ババコヤ？オッケーオッケーオッケー。オッケーオッケー。ババコヤあるから、ホグはまあなかなか通んないっすね、相手の。で、今両サイ削れてるんで、これ、ババコヤ出してきましょう。オッケー。いい。このホグは美味しいっすね。で、今ファイアボール使った、で、ここでロイフグって固め出ししてもいいんですけど、したところでバルキリートルネでほぼ完封されちゃうんで、一回待って、これも削り、で、バルキリー裂いてくれたら固め出したいですね。いや、これはセパレートで、からのマジアチャ。OK。おー、うまっ！やばくね？今の。めちゃくちゃうまいやん。トルネでマジアチャとロイフグ固めてきましたね。で、あと問題が削り切れるかどうかですね、僕は。これ多分。お、惜しい。これゴースト入る。オッケー、気づいてない。で、気持ち飛ばしてゴブリンかなんかにウッド打って。オッケー。で、これバルキリーにマジアチャ。あー、豚ー！一発、オッケー。お、来た、勝った。これはラストファイヤーボールで終わりで、グッドゲームです。いやー、相手のトルネファイボとか、ババコヤ読みますけど、めちゃくちゃうまい。けど、まあ、これはあれですね、多分ババコヤあっての、まあ、ファイヤーボール枯渇で、まあ、めちゃくちゃ相性良かったのかな。っていうので、まあ、なんとか勝てましたね。いやー、でもですね、使い方が、えげつないぐらいむずい。
まあ、むずいですけど、まあまあまあ、やっていきますね。で、よろしくと。で、また日本人の方ですね。やばい。もう3連続。で、これ、ババが置きます。あー、で、言うのだから、ペッカの可能性があるんですよ。だから、ペッカ工場とかって考えると、ババコはもう一マス上の方が良かったんですけど、まだわかんないですね。このファイアボール打つか。打ちます。ユーノダクプリ、30種かな。エリポンにユーノダクプリは30種っぽいですね。これは、30種を固めて、固めてというか、防衛でですね、しっかり出していきます。で、これは相手のアイスゴラ、まあ美味しいですね。で、これに、ロイフグ、飛べ！スパレーター間に合うかな？いや、間に合う。OK。これが強いですね。30シープラスのロイフグが、まず強い。っていうので、めちゃくちゃ刺さってますね。で、この言うのはもう無視で。大丈夫で、はいはい。とりあえず、エリクサーじゃない、ダメージのリードは得ることができましたね。で、まあ問題はこっからですね。相手がエリポン置いてきたらもう何もできないから、とりあえずゴースト流して、まあそうだよね。で、アウトロ出して、このファイヤーボール打ってもいいけどな、打たなくてもいいみたいなとこあるんですよね。まあ打っていいか。打っていいですね。これまあ打って、でも言うのかな、ボーイ。ああ、はいはいはい。これでもアウトローが刺さるから美味しいですね。これババコヤ出してあげて、で、このババコヤも、まあ、溶かされるから、コウモリによって。けど、まあ、それは別にいいみたいなところあるんです。言うて守れたんで、問題がここですね。ここを突破されると嫌だ。あ、ここは許容ですね。OK。であとは3クラじゃない、1個取られなければいいので、これはもう守りに入りますね。よいしょ。で、ファイアボールあるんで、サジシも固めていきます。で、固めてくれたら美味しいですし、固めてくれなかったら、もうそのまま、この右サイドですね、フルブッパでいいと思うんで。で、これはゴーストで左防衛ですね。OK、今ウッド転がしたことによって、このダクプリのですね、ダメージがそんな入ってないっていうので、まあ、このまま右も落ちて、で、そのまま左も落ちるかな。これはもう、このまま攻めてあげれば、フィニッシュかな。っていうので、まあ、30子に対して、まあ、ファイアボール30子で、マジアチャも入ってて、みたいなんで、まあ、まあ、これは完全相性なんですけどね。まあ、これは。っていうので、まあまあ強いっすね。まあまあ強い。まあまあ。強いのかどうかもわかんないですね、これ。まあ、使い方が、もう、よくわかんないです。もう、とりあえず、30子を生かしたいんで、僕は、まあ、アウトローを出したり、マジアチャを出したりして、まあ、相手にファイアボールだったり、ポイズンのスペルを使わせて、後ろから30子展開からの、ロイフグで攻めるのを、まあ、僕はやってたんですけど、まあ、他にもね、まあ、いろんな多分使い方があると思うんで、しかもこれでもう本当にトップまで行ってるんで、まあ、ぜひね、こちらのデッキ、使ってみてくださいっていうので、今回は終わりになります。ということで、また。はい、またです。じゃあ、バイバイ。